あ、トントンすんだよ、トントン。ティルがいる。アパレルなめんなよ。まあ、どうせ安物でしょ。せ、税込み？おっはー、イジチから僕のシャツ預かって。俺って昔話の妖怪退治とか戦争なんだよ。間違いを正す戦い。お前は俺だ、虎杖悠。でも何も考えずに人を助ける。そんなことにすら気づけないやつが。虎杖悠仁、殺した呪いを数えたことはあるかい？お前のこともそのうち忘れるさ。少女の鐘の声、真の断りを表す。ただし、この人らは生きてますよね。そんな、切り替え、目的が変わったんだ。何が起こった？でも多分死んでますよ。後で俺のせいにせんといてくださいね。クギサギだけじゃない、ナナミも死んだ。人を助けなきゃって、だけどできない。俺のための言い訳だったんだよ。声が小さくて聞こえねえよ。お前ほどの男が小さくまとまるなよ。仲間、俺たち全員で呪術師なんだ。師ではないんだ。呪術師という道を選んだ時点で、それでもお前は何を託された？決して足を止めるな。それが呪術師としていい。俺の術式を施しました。痛みも和らぐでしょう。でも今ある傷だけです。あっちの子にも同じ処置をしました。ゼロじゃない痛くですからね。あま期待せんといてくださいよ。距離を取りながら俺をいなしている。それだけじゃないんだよ。あれをもう一度決めたい。ごめん、ナナミ。楽になろうとした。おかえり。あ、もう決着がつく頃だ。なんで東堂先輩と新田君だけ？あいつの術式は役に立つ。私はもうそういう次元の話じゃなくにつくように細工しておいた。なんで何も言ってくれなかったの？弱いから。違う、弱いのは俺だ。大好きな人がいたんだ。どんな世界になろう、守られたいのは俺じゃなかったかもしれないのに。ミワ、デカマル、ミワ、叶ったも当然だ。随分と低く見積もられたものだな。ぶち殺す。無生物との一概。多重根伐採。虎杖の魂は残り1割ってところかな。釣られた。それも全てあの女のせいだ。
生きていると俺とお前は親友ではなくなってしまう。くなったな、ブラザー。お前はそれでいいのか。